今回は地下神殿と称される首都圏外郭放水路に関する動画から。首都圏外郭放水路は埼玉県東部国道16号の地下約50メートルに建設された、総延長 6.3 キロメートルの世界最大級の地下放水路で、年平均7回程度の洪水を安全に処理しています。メディアなどでよく取り上げられる神殿は超圧水槽と呼ばれる、放水前に水圧を調整するスペースなのですが、それでも高さ18メートル、長さ177メートル、幅78メートルという規模。立て坑と呼ばれる実際に水を溜め込むスペースは5本あり、それぞれ深さ70メートル、内径30メートルと、これもまた巨大で、スペースシャトルや自由の女神を楽々格納できるほどの大きさです。動画では水路の巨大さを映像と図で取り上げながら、このシステムがいかに優れているのかを紹介しています。多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご覧ください。